はいどうも VIP です。やっていきましょう。 VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということで皆さん、本日なんですけどもね、もうサムネ見てもらったら分かる通りですね、はい、サンチェス使ってみたです。はい、サンチェスあんま見なくないですか？どうすか？僕ちょっとね、リアタイあんまりめちゃくちゃできてないので分かんないですけど、あんまりサンチェスとね戦ったことないんですよね。あの覚醒サンチェスならあるんですけど、通常サンチェスあんまないんですよね。ちょっと見ていきましょうか。はい、こちらですね、ちょっとね急遽もう極みにしました。頑張りました。で、特殊能力も上げてます。コントロール綺麗なんですよ。この超コントロールがあるんで、サンチェスの強いところは、まあ、この2スプですよね。どうなんかな、ツーシーム E なんでね、ちょっとねまだ分かんないですけど、もしあれやったらワンポイントでも使おうかなと、中継ぎでね。ただこの能力だったら先発かな、巨人純正でやるとしたら。今日巨人純正でやるんで、でこのナックルカーブがね、この微妙な変化量3ということで打ちにくいんじゃないかなと踏んでおるんですけど、ちょっとそれはね試していきましょうという話です。はい、その前にね、ちょっと称号チャレンジできるんでやります。はい、じゃあサンチェスなんですけど、どっちになるための称号ですね。星4の火の玉ボールで、星3の不屈の闘志で、星2の圧倒的な球威ですね。はい、で星1ないんですよね。残念です。はい、もうここだけ見に来てる人はもう帰ってください。はい、ありがとうございました。ということで早速いきましょうか。どうしようかな、なんかサンチェスちょっとね、極意書また貯めるキャンペーンやってるんで、いや1個つけようか。うん、総裁しよう。行こう。さあお願いします。何が来る？あっ、うわ丁寧な、丁寧になっちゃった。うわめっちゃさ、え何これ。いやー、まあまあいっか、コントロール、まあコントロールやもんなサンチェスな。オッケーオッケー。はい、じゃあリアタイやっていきましょうか。大城選手ね、極みになりましたと。パーラだけ相変わらず極みにしてませんと。うん、なんでやねんと。うん、知りません。はい、パーラはまだ極みにしません。打順こんな感じですね。1番吉川、2番坂本、3番丸、4番岡本、5番大城選手ね、6番亀井選手、強いな。で9番監督ね。はい、これね9番監督の時ね、申告敬遠の時とか宮本コーチが出るの知ってました？まあ知ってるかここ凝ってるんですよね、コナミね。まあね、今日ね先発サンチェスということで、言いにくい、先発サンチェスということで、中継ぎがねちょっともうめちゃくちゃ疲れてるんですよね。なので中継ぎ使えないんで、もういくら打たれてもサンチェス交換しません。交代か、うん、交代しません。なのでもうサンチェス推しでいきたいと思います。はい、まあちょっと何戦やるか分かんないですけどね、試合状況見てやっていきたいと思います。はい、では早速いきましょう。めっちゃ相手の方旗持っててんけど、マジか。これはちょっと試しがいありますね。うわめっちゃ負けるやんスピリッツ。え、なんで純正やぞ。あ、勝ってるけど吉野部の特殊能力か。落ちろ。よし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 、オッケーオッケー。さあ坂本選手、これどうしよう、走ろうかな。あ、無理か、無理やな。ちょっと右バッター得意になったぞというところをね見せたいと思います。やった、くっそ。さあ丸選手、昨日の動画で極みになった丸選手ね。うわやばい、やったなこれ。うん、ツーシーム来ると思ってたけど、ちょっとあんま捉えれんかったな。さあカズマ、いやーどうしようこれ、もったいな、マジで。さっきの坂本勇人選手のサードゴロ、縦カットないか。いやーマジか、やばい。ちょっとね今ダルビッシュさんの登板の前で、朝なんですよ、午前8時35分落ちる、あしあしあし、午前8時36分のバッティングです、ただいま。さあ大城選手、うわ負けるか。特殊能力えぐない、マジで。うわナイスボール、早っ、ボール、よし。大城選手めっちゃ堅いでかい、まあ、身長高いけどな。いやーミスった。さあサンチェス抑えれるか、ハターを。うわ本田選手やん、応援歌入れてんの俺、昔使ってたからね。ちょっと応援歌聞きたいけど打たないで。なんかねサンチェスのスプリットがね、なんか打ちにくいというね、巷で噂になってますね。わお分かってるな。さあいいね、特殊能力全部出ました。これナックルカーブちょっと試してみようか。あー手出るんや。あこれカットボール怖いよな、柳田選手に。ストレートももう怖いし、ちょっと特殊能力めっちゃ出てますね。いやなんかイカれるな、これイカれるフラグ立ってない、イカれフラグ立ってないこれ、大丈夫？お危なー、イカれフラグ立ってるよ。純正ソフトバンク、オッケーオッケーオッケー。ちゃうよな、意外とサンチェスいけるのかこれ。いやーあかんわあかんわ、午前エイムや、午前エイム、パーラ。ちょっと集中しよう。あーいいボールやな、ツーシームかな、2球連続はないやろな。
あー、オッケーオッケー。じゃあ次はあの球やな。よし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 、そうそうそう、やったわ。ちょっと待って、データ送っていい？データデータ送っていい？これさあお願いします。データの神様は出て最低でも、うわー終わったー。いやこれ多分次これ0点で抑えられたらサヨナラホームランで負けるやつやで。よし、そこツーシームでしょ絶対、流れ的に。いやーなんか上がらんねんな球が。2塁行こう。よしよしよし、次原監督ちゃん、来た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 、これサンチェスよ、これがおじだ打法。行こう。よっしゃよしよし、でかい、これはでかい。やばい、原監督の打率やばない、使った時の。さあこれ直樹どうしようかな。これが1球目。ああ、ツーシームでこんかった。落ちて、俺が俺が、あー今のはシュート。さあサンチェス帰れませんよ。2点はいけるでしょ。うわ、大谷投手入れてるやん、渋4番に大谷は渋。危ない、あー怖怖、コントロール出てるからマジナイスボー。うまっ。あーよか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 とか言っちゃった。よかってどこの方言。さあお願いします、ダルビッシュさんの試合が始まるよ。ナックルカーブ怖いな、ちょっと中途半端なナックルカーブどうなんやろ。はい、いける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 、亀井選手いけたいけたて、今マジか。ツーシームいかれるかな、ちょっと待ってか。なるほど、そうですね。おっしゃおっしゃおっしゃ、打ち損じた。ってことは今のコースにもう一回スプリットいこう。うん、多分ねツーシームが頭に残ってると思うんで、こういうことやね。あ、ベストピッチ。おーしおしおし、そう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 、もう一丁いくよ。2球甘いかリップ。よし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 、でもう一回ここでねツーシーム来ると思ってるんで、ここで落とすと。ほんなら早いか空振り、わった、マジか。これね意地でも投げないっすよ、意地でもツーシーム投げない。うわーマジ、うわこれツーシーム張ってるな。カットボールで遊ぼう、パワーボールはいけないんで。よしナイスボー、うわー外角行こう、もう勝負の外角行こう。これいやごめん、ちょっと待って、スプリットの外角投げればよかった、これミスったわ。お、抑えた、取れる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 、おーナイス。はい、ということでですね、サンチェス見てもらったんですけど、ちょっとねガチャ引きます。はい、まあ、なんでかっていうとね、所持選手見てください、めっちゃ少ないでしょ。これねほぼ A ランクで B ランクゼロなんですよ。あの丸選手の動画見てもらったら分かるんですけど、特殊で B ランク全部なくなったんですよ。なのでねちょっと B ランク欲しいっていうのもあるし、ちょっとビシエドが欲しいっていうのもある。でまあ、動画時間ねちょっと中途半端やからとか思ってるでしょ。今ね8分でね広告いっぱいつけれるんですよ実は。ただねもうねちょっとこれはね違う動画にするのもめんどくさいんで、もうガチャの追加もうさっと引いていきましょう。はい、もうちょっと B ランク欲しい、マジで短期欲しいよ。あ、マジこれ2枚引きあるんじゃん。何連目、これ何連目、ちょっとまた書いとくわ右上に。これレインボー来て、レインボーレインボー、はい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 。で、あー惜しい、ここ青やったらね、いやないかな、多分2枚引きはないかもしれない。まあまだ分からんけどね。はい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 、いやいいね、ちょっとね2、30連ぐらい引こうかなと思ってるんですけど。あ、はい、あーはいはいはい、よっしゃやった引いてよかった、引いてよかった、よしよし。あーびっくりした、あー菅野選手、え、まだ来そうやねんけど、そんなことない。はい、オッケー、ちょっとあと1回行こう。え、もうてか欲しい選手おらんから、もうあとはそうやね、もうダルビッシュさんを限界突破用、 WS の限界突破用で欲しいぐらいやね。よし行こう、ないか、頼む。ちょっと今辛い顔してるよ僕、めちゃめちゃ渋い顔してます今。最後やからちょっとオチ作ってほしいっていう部分もあるし、かめっ面してます。ないか、まあまだ分からん。前はねエースなしから2枚引きしたんでね、生放送で神引きしたんで、涌井選手とダルビッシュ選手引いたからね。ちょっと待って、びっくりするわマジで。村上選手めっちゃ嬉しいし、しかも今集めてるから。あーちょっと待って、ほんまに怖い。あ、あ
ゾーン。あ、カバリア石川選手引いてた。いやーほんまにやばいわ。もうちょっとこれで動画落とそうかな。終わりやね。入らそう。はい、ところちょっと待って、ちょっとね、なんかね出そうなんで、もう一回行っていいですか。ちょっとこれもう一回行っていいですか。ちょっと出そうなんすよね。出ると思う多分。ああまあ大丈夫大丈夫、あるある。もうこれラストです。はい、本当にラスト。もう追加もできないのでラストです。はい、うん、あれ最後ですよ、お願い。よっしゃー、やいっす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 。なかった。調子乗りました。あ、調子乗りましたね。多分ないですよね。はい、まあさすがに3回中3回はなかったということで、今日の動画終わります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ビップでした。ありがとうございました。